はい、こんばんは。今日は2016年7月の真剣模試の問題。生徒から質問された問題ですけども、やってみようと思います。座標平面上に2点 A03B√32 を取る円 K が X2 乗足す Y2 乗足す AX プラス BY-3 イコール0があると。ただし AB は定数とすると。1番、AB の値を求めなさいと。2 円 k の中心の座標と半径を求めなさい。また、点 b における円 k の接線 L の方程式を求めなさいと。で3、点 c ルート2 5くルート2として2番の接線 L と y 軸の交点を d とすると。円 k 上に点 p が動くときに三角形 cdp の面積の最小値とそのときの点 p の座標を求めなさいと。はい、じゃあ行きましょう。答案作りましたのでそれを元に行きましょう。 まず1番はもう計算です円形が03とルート32を取るんだからじゃあ x に 0y に3を入れたのはこれとで今度 x にルート 3y に2を入れたのはこれとあとはもうこれ解いていってください1番整理すると b がマイナス2で2番は整理するとえー、っとちょっと汚いですけどもこうなって B, B がマイナス2を代入してこうなって A が0ですねだから1番の回答は A が 0B がマイナス2とじゃあこれを元の円形の方程式の中に代入してで円形はこうなりますでつまり平方完成するとここまでですねということは円の中心が01半径2ですねであとちょ接線 L かまた01とこうですね円の中心01とルート3こうですねルート32と えっと、を通る、えっ、ー、とね、これの直線式が、傾きが一えっ、ー、と、ルート、えっ、ー、と、ルート、ルート3行って上がるから、あごめんなさい、ルート三一っ二上がるから、つまりルート三増えて二増えるから、えっ、ー、と、傾きルート三分の一ですね。だから、ルート三増えて一増える、ごめんなさい、ルート三増えて一増えるから、ルート三分の一ですね、傾きが。じゃあ、えっ、ー、と、接線 L は、 だからこれがルート3分の1の傾きなのでじゃあこれは直行してるから、えー、とかけてマイナス1になればいいので接線 L これ L ですよこれ接線 L の傾きはマイナスルート3さらにこれを通るのでルート32をということはもう回答今から求める接線 L は、えー、y から2を引いて x からルート3を引いて傾きマイナスルート3とじゃあ回答は y イコールマイナスルート 3x プラス5とですね、はい、次 三番三番がちょっと難しかったと思うんですけどもじゃあ,まあ今求めた式に y イコルあ x ロ代入したら y 五。だからせっぺんだからさっきのせっせん L こ,こうなんですけどせっせん L はせっせん L の y 軸とぶつかる点はゼロ五ですねゼロ五と点 d はゼロ五と点 d すねでえっ、ー、とまず cd の長さを求めましょうか えっと、今から求める三角形の底辺かけ高さの底辺部分をまず出しておきます。CD は、えー、と三平方の定理使うと二になります。二ですね。だからこれ二ですよ。これが長さとですね。で、今度、また直線 CD の式はまあ二点と分かってるから、じゃあ、えー、y イコールマイナス x プラス五ですね。マイナス x プラス五と。直線 c CD c ですね。いいですか。らあの、ルート2増えて、ルート2下がって、せっぺんも 5なんでこれですねでつまりこうなりますこの直線と01との距離つまりこの直線と01との距離を求めましょう最短距離そしたら計算したら点と,ちょ点と直線の距離の公式ですこれとこれよりこうですねで、えー、と2ルートになりますよって点01から直線 x プラス y く5イコール0への距離が2ルート2よりえっ、ー、と 上図のように点 P は01から直線 x+y-5=0 プラスへの最短距離上にあるとつまり今これを2って求めましたよねで点と直線の距離つまりこれの距離が2ルート2でこれ半径が2なんでといったらこれが2ルート2-2ですよねこれが2ルート2これが2だからここが2ルート2-2と最短距離だから最短距離が面積最小なので高さとしてですね だから結局は点 P をここに持ってきて、こういう三角形に持ってくればいいです。こういう三角形に。こうですね。この三角形が最小の面積になります。ということは点 P、ここの点 P を通ればいいので、じゃあとりあえず、えー、とこの長,長さが2ルート2引く2、高さがですね。だから、底辺×高さ ÷2 ってことで、底辺×高さ ÷2 ということで2、2ルート2引く2。これが面積です。 三角形 CDP のですねであとここの点さえ求めればいいのでじゃあこれの直線式出してこれの直線式ですね最短距離の直線式であとはこの円の中に代入すればいいですねじゃあ、えっと、直線 CD の傾きがマイナス1で01から直線 x プラス y く5イコール0への最短距離を示す直線式は傾きが1 かかけてマイナスだからですねで直行するからで01を通るとつまりこれが傾きマイナス1だったとでこれ直行しますので最短距離ですねじゃあえっ、ー、とこれが傾きマイナス1だったらこれは傾き1で合ってますよねでということは傾き1で01を通るとということでえっ、ー、と y=x+1 になりますこの,この式はですね じゃ、その式をこの中で代入しましょうか。じゃ、y こコ x プラス1をこの、えっ、ー、と、これに代入し,しますと。円の方程式ですね。じゃあ、あとは計算してください。x がプラスマイナスルート2が出るんですけども、p は当然第一表限ですね。だから p はここ。だから p が2つあるんだけども、最短距離だから第一表限ですね。じゃ、第一表限。だから、マイナスルート2は使えないと。ルート2と。じゃあ、あとはこれに代入してください。じゃ、答え点 p はルート2、ルート2たす1と。はい。じゃ、以上です。